はい、ということで皆さんこんばんは、ショータイムです。今回はですね、先週に引き続きやっていきたいと思います。まあ、ちょっと試合から数日は経ってしまいましたが、サムネタイトルでもわかる通り、J1 第2節のベストイレブンについてね、今回も紹介していきたいと思います。今年からちょっと僕の動画のコンテンツの一つとしてですね、この J リーグが終わった次の週に、その節の、まあ、指摘ベストイレブンというところをやらさせていただいてるんですが、先週に引き続きというところで今回第2節についてやっていきたいと思います。本日ですね、10時から、土曜日に行われますサムレッチェ広島対サガン鳥栖の試合の生放送というところも行っていきたいと思いますし、それに向けてですね、明日というところも、プレビュー動画上げれたらなと思いますので、ぜひぜひ、お楽しみにしていただけたらなと思います。そんな感じで、このショータイムがいいなと思いましたら、ぜひぜひチャンネル登録で応援していただければなと思います。そんな感じで、早速ベストイレブン紹介していきたいと思います。はい、というところでですね、今節というところも、第2節ベストイレブンやっていきたいと思うんですが、金曜日、土曜日、日曜日というところで3日にわたってですね、この J1 第2節が行われていきました。第3節というところもは、土曜日、日曜日かな、にかけての全試合が行われていきますので、今週というところは禁J がないですが、まあ、第2節はあったというところで、ちょっとね、紹介していきたらなと思います。まずはこんなベストイレブンにさせていただきました。ドン！はい、というところですね、まずはキーパーの方からちょっと紹介していけたらなと思います。こちらは、キーパー長石選手を今回選出させていただきました。こちらですね、近J で行われました横浜 F マリノス対アビスパ福岡というところで、アビスパ福岡が見事宇野ゼロ勝利を収めた形となっております。まあ、この横浜 F マリノス、王座奪還に向けて挑む今シーズンというところで、まあ、早くもですね ACL 含めた過密日程というところが行われており、まあ、開幕戦は、なんとか東京ヴェルディには勝ったものの、まあ、この2節というところで早くも黒星がついた形となりました。まあ、そのね、アビスパ福岡に、勝利をもたらしたのが、この、長石選手といっても過言ではないのかなと思います。昨年からですね、キーパーのスタメン争いというところを、行っていたわけなんですが、今季というところは、開幕戦、そして第2節をスタメンで抜擢された長石選手。この試合というところは、横浜 F マリノスに計22本シュートを打たれたんですが、結果的に守り切って、無失点で勝利を収めたというところで、まあ、文句ない、この長石選手でいいんではないのかなと思います。まあ、他にはね、いろんな良いキーパーの選手というところはいましたが、まあ、僕自身、この試合も生で見ていましたし、それぐらいのスーパーセーブ、何点もね、アビスパ福岡を救うセーブというのを見せていたので、キーパーは長石選手にさせていただきました。前回というところは 4-3-3 にしたのかな、 4-2-3-1 か、にしたんですが、今回はちょっと、前めの選手を多く選出したいということもあり、3-5-2 みたいな形にさせていただきました。3バックですね、右からジュビロ磐田、上村選手、センターバック、真ん中にサガン鳥栖の山崎選手で、左に柏レイソルの古賀太陽選手を入れさせていただきました。上村選手ですね、ここも文句ないのかなと正直思いました。右サイドバックで、この同じく金曜日に行われました川崎フロンターレ対、ジュビロ磐田の試合ですね。ここで見事、先発出場を果たした、上村選手であったんですが、この川崎フロンターレを倒した、まあ、立役者と言ってもいいぐらいの本当に活躍もしましたし、開始6分でね、この右のサイドから、逆サイドネットに突き刺すようなミドルシュートを決めて、まあ、ここから、ジブレイワタの先制弾、そして18分のジャイミン選手の追加点弾という形になってきたので、まあ、この、川崎フロンターレに対して、出花を打ち砕いた、この先制弾というところもそうですし、この試合通してですね、1ゴール1アシストを、記録した梅村選手ということで、右サイドバックで選出させていただいております。で、続いてが真ん中サガン鳥栖の山崎選手ですね、まあ、ここも文句ないでしょう。結果的にサガン鳥栖が4対0で勝利したということもあります。もちろんね、4点得点を取れたというところで、勝ちに値する試合だったのかなと思いますが、まあ、こういう大量得点を取った試合でも、しっかりと無失点で終われたっていうのは何より大きい、ことなのかなと思いますし、こういうね、無失点にしていくっていうところが、上位進出に向けて大きな鍵になってくるポイントなのかなと思います。まあ、昨シーズンから本当にね、活躍している選手ではありますが、今季も、さらなる飛躍を期待して、今回選出させていただいております。続いて左ですね、カシャレイソル、古賀太陽選手。ここもですね、今季初勝利、そして、王者、ヴィッセル神戸からの勝利ということで、本当に大きい勝利になったと思います。まあ、その立役者として、犬飼選手もね、選出したい部分でありましたが、まあ、今回は古賀太陽選手を入れさせていただいております。
まあこのヴィッセル神戸大量補強もしましたし、昨年からの継続というところでかなり強力な攻撃陣を、踏まえた中でですね、この無失点で終えれたっていうのは、まあ柏レイソルとしても昨年からなかなか、勝ちをつかめない、試合が多い中で無失点宇野ゼロ勝利っていうのは、まあ守備陣にとっても本当に大きい、勝ちになったと思いますし、自信にもなったと思います。まあここからね、勝ちを積み上げて、上位進出を目指していく上では、まあこの古賀選手、そして先ほど紹介した、犬飼選手含めた、守備陣の安定さっていうところが特に大事になってくる部分だと思いますので、まあ今回古賀選手を選出させていただいております。ちょっと今日噛むの多いですね、すいません。で2ボランチですね、ここがアビスパ福岡の茂美選手、そして湘南ベルマーレの田中選手を紹介させていただきます。茂美選手ですね、昨シーズンから本当に活躍している選手ではありますが、まあ今節というところも本当に大きい、活躍をしたと思います。ゴールキーパーで紹介した長い選手というところの、まあ、話は被るところはありますが、マリノスの強力攻撃陣に対して、この中盤を制したという面でも本当に大きかったと思いますし、まあ、球際、デュエル、そして攻撃の、参加含めて、大きな役割を果たしていたので、選出させていただきました。もう一人の相方が湘南ベルマーレの、田中選手ですね。まあ、この選手も本当に若くて、とても素晴らしい選手ではあります。今節というところは、まあ昨シーズンから、まあちょっと因縁というか、長期時間とかもともと指揮していた、湘南ベルマーレと、京都サンガ FC というところで、長期時ダービーと言ってはいいんじゃないのかなと思いますが、まあそこで、しっかりと勝ち切れた、まあ今季初勝利を挙げれたというところで、もちろんね、点を決めた選手もそうですし、この田中選手というところも何より、この中盤を制すという面で、大きい活躍をしていたんではないのかなと思います。僕自身ですね、この夏に、この冬か、というところにアップ移籍もあるんではないのかなというぐらい J 屈指の、まあ、ボランチに育っているこの田中選手であるので、まあ、今後ともこの湘南ベルマーレの、ボランチ陣を引っ張っていく上で、注目していきたい選手の一人になっています。続いて、2列目ですね、右からマチャズビアの藤尾選手、真ん中に宇佐美選手、左にエリソン選手を置かせていただきました。まあ、この藤尾選手だったりっていうのはちょっとね、ポジションのズレっていうのはあるものの、まあ、ちょっと無理やり組み込んだ形で申し訳ないんですが、まあ、右に藤尾選手を置かせていただきました。まあ、ここもですね、今季初勝利を挙げたマチャズレビアというところで、まあ、この強豪名古屋相手に、唯一の得点を挙げた選手でもありますし、まあ、開幕というところで、ちょっと怪我でね、途中出場したこの藤尾選手ではありますが、開幕戦も活躍して、そして今節も、J1 初得点を挙げて、マチダゼルビアの歴史に残る、J1 初勝利というところに大きく貢献した選手でもありますし、まあ、得点以外の部分でも本当に前線からの、ね、守備を怠らず、名古屋グランパスの柳本選手の退場を誘発するなど、最後の最後まで本当に、走り切った藤尾選手ということで選出させていただきました。真ん中宇佐美選手、ここはもう文句ないんでしょうかね。はい、まあこちら、名古屋グランパマチダゼルビアと、開幕戦を行って、救世主のフリーキック団ということでね、開幕戦のベストイレブンにも入れさせていただきましたが、まあ、ここは文句なく、今節というところも今シーズン初勝利、そして昨年の9月あたりからのぶりの、このガンバ大阪に、白星をもたらしたということで、PK ではありましたが、しっかりと決め切ったというところを含めて、まあ、この宇佐美選手、まだまだ、輝き続けているなというところで、今後とも目が離せない選手の一人です。左、エリソン選手ですね。ここも、まあ、チーム的には負けてしまいましたが、公式戦5戦連発、そして、早くも4得点を挙げてるのかな。今節というところも2得点を挙げて、川崎フロンターレに、新加入したエリソン選手を入れさせていただきました。まあ、ここももう、言うことはないと思いますが、とにかく得点を取れる選手、この岩田戦でもね、あのボレーシュートというところは、ただならぬ雰囲気を読み取ることができましたし、サッカーやってる方ならわかると思いますが、ああいうボレーっていうのは本当にむずくて、吹かしてしまったり、枠に持っていけないっていうシーンが多いんですが、まあ、このエリソン選手、さすがの、ストライカーキスというか、本当にあの、シュートを枠に持ってって得点を決め切るというところもそうですし、ゴールパフォーマンス含めてね、本当にパーフェクトな、この試合だったのかなと思いますので、まあ、次節以降、この川崎フロンターレを勝利に導けるようなゴールに期待していきたいと思います。最後、2トップですね。ここは、東京ブリディの木村選手と、ジュビロ磐田の救世主、ジャーメイン選手を挙げさせていただきます。木村選手ですね、ここは日曜日に行われました、浦和レッズ戦というところで、対戦して1対1の引き分けではあったんですけれども、開幕戦含めてこの第2節も本当に、浦和レッズの守備陣が嫌がるようなポストプレーであったり、まあ何より、
初ゴール、今季初ゴールというところも決めて、東京ヴェルディをね、最後の最後まで勝ち点1にもぎ取ったというところで、この木村選手紹介させていただきました。まあ、昨年大卒ルーキーイヤーというところで京都サンガ FC に、加入はしましたが、なかなか、プレーというところのね、時間も確保できず、今季は新規一点というところで東京ヴェルディに移籍をしてきましたが、この木村選手の良さというところが開幕戦、そして、第2節のレッツ戦というところ本当に伝わってきて、それが得点にもつながったと思いますし、本当に嫌がるような、動き、そしてポストプレーというところをするので、まだね知らない方ちょっといるのかなと思いますが、この東京ヴェルディの一角として染野選手の相方、木村選手にもね注目していってほしいなと思います。最後ですね、今節 MVP ジブレバタジャーミン選手ですね。はい、ここも文句ないでしょう。ジビルバタの J1 復帰後初勝利に大きく貢献した4得点、そしてですね一気に得点ランクトップに輝いた、ジャミン選手を挙げさせていただきました。まあ 1得点目、2得点目、3得点目というところもそうですし、PK という場面ではね、一回点を決めたのになんかちょっとわからなく VR で PK のやり直しというところでちょっとあそこには疑問が残りましたけど、まあ、しっかりとそこでもブレずに、あのチョン・ソンリョン選手から決め切ったというところで、もうノリに乗ってる男は違うなというところもありますし、まあ、岩田がね、ここから連勝を積み重ねていく上で、まあ、4失点はしたもののそれを上回る5得点というところでね、まあ、やられてもやり返すじゃないですけど、このジャーメイン選手、本当に4得点を決めて大きな活躍をしたので、ここは文句なく、上げさせていただきたいなと思います。以上がですね、この今節のベストイレブン、指摘ベストイレブンという形になっておりますので、皆さんが、この選手も良かったよなどもあれば、ぜひぜひコメント欄に紹介していただければなと思います。はい、ということですね、今回は開幕戦に続き、J1 第2節指摘ベストイレブンということで、11名紹介させていただきました。いや、本当にね、今節というか第2節ですか、本当に名勝負、名試合が多くて、本当に11人に絞るのは難しかったですが、こんな感じでまとめさせていただきました。先ほども言った通り、この選手が良かったようだったり、この選手 MVP じゃないなど、いろいろな意見があると思いますので、ぜひぜひコメント欄でね、書いていただけたらなと思います。そんな感じですね。今日もご視聴ありがとうございました。この動画今いいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。本日というところもこの動画を上げた後、10時から生放送というところもやっていきたいと思いますし、明日も、サウレッジ広島対サガン鳥栖に向けたプレビュー動画も上げれたらなと思いますので、お待ちいただきたいなと思います。そんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、ボーイ。